チュース。ピースオーケークの翔太です。サッサンです。アサちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。お願いします。お願いします。先日私が誕生日だった時にですねちょっと古いけど、うん、もうちょっと古いですけど、もう3年ぐらい経ってますね。経ってないな、うんうん、3回迎えてないかおかしいですよ。あ、そうか、うん、某関取の方からですねお菓子をいただきまして、天空海石か、アクアだな、あ、うん、からねお菓子いただきまして、ちょっと珍しいやつなんでみんなで食おうかなと。ごとんです。食ってレビューをしようかなと。それがこちら、エチレ。これ一人一個ずつですよね。いや、あのこれマックスです。じゃあこれマックスです。あれ一瞬やん。こちらでございます。もっとちっちゃくなっちゃったよ。一口サイズ。かわいい。多分この中に終わった後になんか宝物入れて土に埋めて数年後に掘り出してくれる。タイムカプセル。何タイムシャって。ショックって言おうとしたやめました。じゃあこれをね食べていこうかなと思いますということで本日はアクアチからもらったお菓子を食べていこう。イエイイエイ。それでは本編のご覧ください。はい、じゃあこちら開けていきたいと思います。ちっちゃちっちゃい言うなスモールですね。同じなんだ。スモールですわ。はい。え、もらった人が開けなさいよ。そんなの常識ですよね。ね、あ、うまそう。こちらおしゃれ。ちょっとおしゃれ。あれ、これあれじゃないですか。絵描ける。絵描かないな、これ。それなんだっけ。クレヨン。クレヨン。ああ、そうだ、うん、はい、取って。いや、さっき何言ってんすか。主役じゃないですか、本日のサブレ。セブレ。あ、絵描けんじゃん。あ、書いてあるわ、もう、うん、これ塗るんじゃないの。これで描くの。塗り絵。うん。あ、裏に描けるよ。こんな2種類が入っております。はい、あさちゃんも欲しいって。いただきます。あ、ごめんごめん、ずっと手出してたよ。ごめん、全然気づかなかった。いただきます。はい、あ、そうだね。はい、いただきます。いただこう。はい、どっちからいきます。もうそっちからね。はい、うまい。ここってさ、バターだよね、有名なの。バター。うん、クッキー。クッキーっていうか、サブレ。そうだな。うん、ハトサブレとかよりもしっとりしてる。うん、なんだろう、こういうサブレ系ってさ、口の中の水分奪ってくるね。でもこれまだマシっすね。うん、水分がまだ残ってます。うん、しっとりしてる。あ、もうみんな食べ終わった感じ。はい、どうだ、食わせて食べ。これでも下はクッキーですね。上がなんだろう、クロランタンとかなんかそういうやつ。何それ。なんかクロランタン、クロランタルみたいな、なんかなかったっけ。多分クロランタンとかフロランタンはお風呂のランタンだと思う。うまっ。うまっ。キャラメル。うん、アーモンド、キャラメルで固めだね。うん、キャラメルでキャラメルだ。え、ブラウナか。何言ってんの、びっくりしちゃった。アクアさんか。うちのチャンネル出て甘いもん食いたいっつってよ。甘いもんしか食ってねえよ、俺は。うん何一番食いたいって言ってた。ショートケーキ缶、あ、それ違うか。いや、ショートケーキ缶の時に今日の動画見たけど、ケーキ食いたくなって近所のケーキ屋に行ったっつってた。じゃあもしも動画出るときはビスケでケーキ作ってお迎えしますか。絶対買ってきた方がいいで。買ってきたやつ食いたいけど。愛情がこもってますよ。でもでもこういう焼き菓子系ってさ、なんかもらいもんで食う機会はあるけどさ、自分であんまり買うってイメージないかも。そうだね、うん、それゴディバのあれの時も言ってた。うんうん、確かに買わないです、焼き菓子は。特にこういうエシレのクッキーとかになると買わないですね。なんか焼き菓子系でもフィナンシェとかは買う。買わない。あ、そう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。グマッチです。アクアッチありがとう。美味しゅうございました。サブレーボード。はい、続く。次、バターケーキ待ってます。アクアさん、バターケーキ2つぐらい待ってます。一人1個。もうそれ3つやん。いや、大丈夫です、1個なんで。僕とササ半分にするんで。
アクアッチにもらったものってあの実用的なものが結構多かったりするんだよ。あのうちのチャンネルでそばつゆを炭酸にしたらっていう破天荒な企画をやった時のあのソーダメーカーもアクアッチからもらったやつだし。あ、そうなんですか、うん、へえ。あとこういうさ筒のでさ背中とかに置いてさゴロゴロするやつあるじゃん、うんうん、それももらったの、うん、なんか関取になったらおしゃれな方向に走り始めた。いや、その時俺も関取じゃなかった、なかった、うん、どうしよう、この動画見て来年から動画で使えそうなネタなんか送られてきたら。それはそれでありがて、面白いもの送ってほしいですよね。まあ本当アクアッチありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しくいただきました。美味しかったっす。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますのでチェックしてみてください。それではせーの、チャオ。